ロクト巻くのやめろ。腕が上がったんじゃないか。そのライン替え時じゃねえか。うわ、なんだこいつ。よし、大物だ。でっか。すげえの釣れたな。かかってんぞ。ロッドを魚に向けるんだ。こんなのがいるのか。見ろよ、すげえぞ。やったな、ノクト。やるじゃん、ノクト。切れる前にライン交換しとけよ。
そのライン、替え時じゃねえか。ノクト、ラインが弱ってるぞ。替え時じゃねえか。ノクト、ラインが弱ってるぞ。このライン、替え時じゃねえか。ノクト、ラインが弱ってるぞ。このライン、替え時じゃねえか。あんま巻きすぎんな。何今の。お、腕が上がったんじゃないか。切れる前にライン交換しとけよ。釣れるな。やったな、おい。ノクト、もうちょい喜びなよ。こうなりゃ、ここの全部釣っちまうか。
ああ、やったな。おい、よし、着いた。そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。風強いな。ああ、俺の髪型か。地形の影響か、気圧の関係といったと。ま、とりあえず持ち物飛ばされんなよ。ここは気持ちいいな。そうだな。行くぞ。行こうか。ここで降りるぞ。しょっと。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。
っしゃいませ。ありがとうございます。どうもです。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。行くか。よし、行くか。みっけ。よろしく。それ。ありがとな。ありがとう、チョコボー。
ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、太るぞ。そうね。いらっしゃい。ゆっくりしてってくれ。こいつらを仕留める気か。しっかり頼む。それじゃ任せたぞ。いらっしゃい。いつもお疲れ様ね。今日はここまでだな。やっと風呂に入れるな。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。タイミングバッチリだぜ。あれかっこいいな。だろ？グラディオは絵になるからずるいな。うまく撮れてるな。何してんの？なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ？高校だから、5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か？え、なんで覚えてんの？あんなに見られてたら覚えるわ。うわっ、はっ、はっ、あれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。え、そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっとわかんないよ。あの時俺ごめん、やっぱ何でもない。
んだよ、気になるだろう。だよね。俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。そんなこと思ってたのか。みんな今の俺を見て調子いいとか社交的とか思うかもしれないけど、コンプレックスの塊みたいなやつで、本当は全然違うんだよね。ずっとみんなに追いつかなきゃって思ってて、俺だけ一般人だし、みんなみたいに強くもないし、人ともうまく話せなかったから、グラディオなんて本当に別次元の人って感じに見えたし、イグニスみたいに頭良かったり料理うまくないし、でもみんなと話してると楽しくてそんなこと忘れちゃってさ。けどふと我に返るとみんなとは違うんだって怖くなって、だからこれでも毎日必死についていこうって思ってて。そっか、でもお前はそのままでいいと思う。え、今のままでいいってこと？そうですが、何か？あ、いや、なんか変なこと言ってごめん。大体俺がつるんでるやつに役に立たないやつなんているわけねえ。え、なんでキレてんの？ありがとう。ああ、なんかすっきりした。なんだそれ。よし、このまま俺ができること全力で頑張ってみるよ。ああ、頼むわ。いい朝だな。あ、